スチュアート長のイングランドスコットランドの王太子、プリンス・オブ・ウェールズ。イングランド王兼スコットランド王ジェームズ1世の長男。母は、ジェームズ1世王妃で、デンマーク・ノルウェーの王フレゼリク2世の娘アン・オブ・デンマーク。エリザベス・スチュアートとチャールズ1世の実刑にあたる。当時スコットランド王であった、ジェームズ6世の長男として、スターリング城で生まれた。そのため、 ヘンリー・オブ・スターリングとも呼ばれる。しかし誕生が両親のいさかいとなり、母が祖父にちなんで息子にフレデリックと名付けたかったのに対し、ジェームズ6世はヘンリーと名付けたかったことで争い、ヘンリー・フレデリックをスターリング城から出さない父に対し、母が強引に城から出そうと格索したことで、夫婦は疎遠になった。一方、父は ヘンリー・フレデリックのため統治術の書として、バシーコンドオローンを執筆1599年に出版された。当初、ロスシー公が与えられていたが、1603年に父がイングランド国王を兼ねると、重ねてコーンウォール公も与えられ、1610年には、プリンス・オブ・ウェールズの称号が与えられた。1605年に、オックスフォード大学のモードリン・カレッジに入学するが、 チフスに倒れて18歳の若さで死亡する。遺体はウェストミンスター寺院に埋葬された。弟のチャールズが王大使になり、父の死後チャールズ一世として即位した。美男子で明るい性格であったと伝えられ、父や弟と違って直国王としてイングランドを理解することに努めていた。このため、ヘンリーが王位を継承していたならば、 その後の議会との全面衝突、一連の心境、と革命の発生を回避できたのではとする意見もある。また父と不仲だったウォルター・ローリーを母ともどもしたい、ロンドン島で服役中のローリーに教育を受けたり、1609年にローリーとつながりがあるイアナ入職に関わるなど、ローリーの影響が見られた。ローリーの方もヘンリー・フレデリックの教育用に、 世界の歴史エイストリエ・オブ・ザ・ワールドを書き、彼の死後にイングランド議会の体験を書いたりしている。ABC 森 P361 トランター P254P256 小林 P4P11P12P49 桜井 P35P233 ありがとうございます。